マクラーレン MP4 から17は、マクラーレンが2002年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、エイドリアン・ニューウェー。2002年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。2003年には、改良型の MP4 から 17D を開幕戦から最終戦まで使用した。MP4 から17より、タイヤメーカーを、 ブリジストンからミシュランに変更した。また、前作の MP4 から16は、フロントサスペンションにシングルキールを採用していたが、このマシンからツインキールに変更された。フロントノーズは若干下げられ、フロントウィングがサニエレメントとなっている。排熱装置として使用されたチムニーは廃止され、ウィングレットと合わさった形状のものに置き換えられた。しかし開幕戦以降は、 大型フィン1枚と排熱口が上下に並んだ形状のものに回収された。未可発起念の休養に伴い、彼の推薦もあり、ザウバーから君ライコ年を獲得した。開幕戦ではいきなりライコ年が3位表彰台を獲得。しかし、この後、第8戦まで入賞することができなかった。第11戦フランス GP では終盤トップを走行していたが、 トヨタのアランマクニッシュのマシンからのオイルに乗って、コースオフ。その瞬間を見逃さなかったミハエル・シューマッハに交わされに、完走。初優勝はお預けとなった。また、リタイアを10回も喫したことが響き、ランキングは6位に終わった。デビッド・クルサードは、8期年の離脱によって、エースドライバーとなった。しかし、この年は、フェラーリの f 2 0 0に、 ミハエル・シューマイハという強力なタッグを相手にして、勝機は少なかった。第7戦モナコ GP ではスタートでトップを奪い、そのままチェッカーを受けて、マクラーレン唯一の勝利を挙げた。ライコネントは、対照的にリタイアは4回だった。ミシュランとのマッチングは期待されたほどではなく、コンストラクターズランキングでも、ウィリアムズ BMW に越され3位となった。 2002年フランス GP で、ミハエル・シューマッハに、パスされる、キミライコネンがドライブする MP4 から17、シャーシエンジン太時は、ポールポジション、車体時は、ファステストラップ2003年ハンガリー GP にて、MP4 から 17D をカルデビットクルサード MP4 から 17D は、MP4 から17の D スペックではなくデベロッパーの D である。 当初は2003年用の新車である MP4 から18が実戦に登場するまで使用される予定だった。しかし、MP4 から18がクラッシュテスト普通化や信頼性の低さから投入を断念することとなり、結局シーズン終了まで MP4 から 17D が使用された。モノコックなどの基本的なデザインは MP4 から17がベースとなっているため、 開幕戦に投入されたマシンは2002年と比べて、それほどの変化は見られない。細かいところでは、バージーボードが、今までの大型1枚ものから小型の2枚ものに変更されたほか、フロントウィングに回収が行われている。第14戦イタリア GP で、リア周りのエアロダイナミクスを大幅に変更。MP4 から18で採用されていたものを、 回収して、MP4 から 17D に搭載した。ドライバーは、前年からの継続。開幕戦はクルサードが、第2戦はライコネンが優勝し、最先の良いスタートを切る。その後ライコネンは優勝こそないものの、表彰台を確実に獲得していき、タイトル争いに絡んでいく。第15戦アメリカ GP で天候の急変にうまく、対応できず、 ミハエル・シューマッハ1位、ライコネン2位となり、なんとかタイトル獲得の可能性を残したが、9ポイント差という絶望的な状況で最終戦を迎えた。最終戦日本 GEP でも予選で天気が急変。ライコネンは予選8番手を確保したがミハエルは予選14番手に沈む。決勝ではライコネンは順調に順位を上げ終盤2位にまで浮上。 さらにレース中の接触事故によってミハエルは最後尾に落ちた。ライコネンが優勝し、ミハエルが入賞できなければライコネンがチャンピオンとなる展開であったが、トップは同じくフェラーリのルーベンス・バリチェロが走行していた。結局バリチェロを攻略するには至らず、ライコネンが2位、ミハエルも8位入賞となり、ライコネンはたった2ポイント差でチャンピオンを逃した。 フルサードは開幕戦で優勝したが、その後は、第12戦ドイツ GP と最終戦。日本 GP 以外は、表彰台に上がることができず、タイトル争いに加わることもなく、ランキングは、ルノーのフェルナンド・アロンソの一つ下の7位でシーズンを終えた。2003年シーズン終了後に、ファンパブロ・モントーヤがマクラーレンへの2005年からの移籍を発表。 クルサードは2004年いっぱいでマクラーレンを去ることが決まってしまった。MP4 から17と MP4 から 17D、ドニントングランプリコレクション展示車足エンジン太字は、ポールポジション、車体字は、ファステストラップ。ありがとうございます。